さあ、今日はね、漫画描いていきます。もうね、締め切りが迫ってるの。締め切りが迫ってるし、何も手がついてなかったのよ。実習、病院の実習のせいでね。まあ、言って、漫画言ってもあれですけどね。サークルのやつなんで、別にそんな、サークル言ってもあれだよ。ちゃんとした同人誌とかやないよ。ただ、大学のサークルの、そういうやつなんで、別に、そんなになんですけどね。そんなにちゃんとしたもんじゃないよ。ただ、そんなちゃんとしたもんではないけれども、まあいいか、これでいいわ。ちゃんとしたやつではないんですが、あ、変なところにできた。あ、これ参考にしてるやつ。参考にしてるやつの場合はいいな。一応、前回か前々回が書いたやつがこれです。それを、まあこんな感じっていう感じなのを残しつつ、はい。もう、ババッといきます。体裁だけ整えたやつはさささっといきます。で、選択縮小、範囲を縮小。あれ選択範囲を縮めるだっけ、これだよ。間違えてる。1、2、3、4、5。5ぐらい、5ぐらいかな。どう、ちょっと小さすぎるな。こんなのかな。小さくして大きくしたのか。縮小かな。10ぐらい。もうちょいかな。選択縮小15ぐらいかな。 OK。 はい。で、どうしようかな。もうこれでいいか。で、縮小15で、はい。 OK。大体真ん中でしょう。OKOKOK。で、今回は牛のテーマが和風なので、どのフォントを使ってたかな。ざっくりしすぎている。これだな。あ、これ。テーマ和風なんですよ。なんか和風あんかけチャーハン和風って何。和風ってテーマ与えられて漫画は描けないよね、普通ね展開じゃないからな、テーマだからな。明らかにイラスト寄りだろこれっていう。こういうテーマってな、和風って。とりあえず和風、まあ、こんな感じにしましょうか。まあちょっとね、ペンタブちゃんがね、おお、ペンタブちゃんとギブのね、まだ親和性がそこまでよろしくなくて、いろいろ困ってるところです。OK。で、そうですね。ここね、この線が大体、内枠です。内枠と思って設定している。なんでまあ、こんなのかな。で、ガイドにしてます。これ、内枠。で、なんだっけ。ガイド？これが、外の枠。ここまでが、印刷の範囲、この外もギリギリ入っても家具ならここ全部塗り込まなくちゃいけないやつですね。内枠外枠塗り足しとかだったかな。忘れた前動画上げてたような気がするけど忘れた。 OK。 でこれがタイトルバーを上の方に持っておいておいて、さてね、何も考えてないんですよね、実はね。早送りでやるんで、適当に喋らないでやっていきます。